レスブリッジはカナダのアルバータ州の都市であり、州内でカルガリー、エドモントン、レッドディアに次ぐ4番目の人口を有する。カナディアンロッキーの近くに位置するため、気候は夏は涼しく冬もそれほど厳しくないが、風が強い。レスブリッジはカルガリーの南東のオールドマン川沿いに位置する。レスブリッジは南、アルバータの商業、金融、交通、そして 工業の中心である。市の経済は19世紀後半からは炭鉱により、そして20世紀初頭からは農業により発展してきた。労働人口の半数は、衛生、教育、小売宿泊飲食産業において雇用されており、雇用者数の多い上位5つの事業所は、政府機関である。南アルバータにおける、唯一の総合大学レスブリッジ大学があり、また南、 アルバータの三つのカレッジのうち二つが市内にキャンパスを構える。文化施設には演劇場、博物館、スポーツセンターなどがある。第二次世界大戦中、ブリティッシュコロンビア州から強制収容された日系人が郊外の農村地帯に住んでいたという歴史を持つ。そのため日本人の比率が比較的高く、2006年の国勢調査によれば、 日本人人口は1200人である。日本とカナダの友好のために作られた日華友好日本庭園が市の南部にある。オールドマン川を渡るハイレベルブリッジは1909年に完成した鉄道橋で長さ1624メートル、高さ96メートルと世界一を誇る。ちなみに日本一のトレッスル橋であった旧アマルベ鉄橋は長さ310メートル、 高さ41メートルであった。ハイレベルブリッジ欠片の気候区分では、ステップ気候に区分され、大陸性で気温の比較差が大きい気候である。冬は雪が降り、日照時間も少なく寒冷である一方、夏は日照時間が長く乾燥する。近隣のカルガリーよりも温暖であるが降水量は少ない。ありがとうございます。